こんにちは、かなめしゅーるです。本日は好物お菓子っていうのが届いたのでお見せしていきたいと思います。この間ね、一回注文してめちゃくちゃ可愛かったので、また注文して違うのをね、注文してみました。めちゃくちゃね、おしゃれな感じで届きます。多分紙物好きさんには大好きな感じの、今回はねペーパーとかも雑貨も売ってて、ペーパーも注文したんですよね。ペーパーとね、これがこうちょっとめっちゃ、いい感じの箱に入ってますね。ちょっと待って、よいしょ、ここに入ってます。私ちょっとこっち向きで自分が見たいので、好物お菓子、じゃあなんか科学の記号みたいなのが書いてある。この間ね、これを多分同じやつじゃないかなと思うんですよね。これもうね、今残骸みたいになってるんですけどなんかわかんないけど、ちっちゃいのが、なんか宝石箱みたいに入ってる。ちょっと開けてみますね。なんかね、めちゃくちゃおしゃれなのに入ってる。どうしよう、先にお菓子の方が見ますか。お菓子を開けていきたいと思います。このペーパーとかはちょっと後で見ましょうね。かわいい。はい、これから開けていきたいと思います。絶対ね、プレゼントに喜ばれるんじゃないかなって思って、私は自分用に買ったんですけど、人からもらったら本当にめちゃくちゃ嬉しいと思う。これをね、私がこの間作ったやつみたいになってる。ほら、本当にレジンで作ったのみたい。どうしようか、ちょっとお皿に乗せていこうか。ちょっと手を洗ってきました。じゃあどうしよう、紙ごと、じゃあでも器ごと違うじゃない。かわいい、色が、下と色が違う。ああ、ちょっと食べられないんですよね、もったいなくて。ああ、本当にさ、あれだね。好物のあの、モールで自分で作った感じのみたいになってる。めっちゃかわいい。じゃ、また戻したいと思います、この中に。あ、でっかい、どうしよう。これね、何でできてるかっていうと、寒天ですね。琥珀糖。周りのお砂糖が、周りお砂糖が、もうほんとコツコツって、コツコツ、コツコツなんです。周りはね、あ、色が違う。かわいい。ちょっと微妙に色が違う。ほら。これってさ、お菓子のモールドで作ってあるのかな私が持ってるモールドじゃねえって思っちゃった。いやー、かわいい。ね。これよ、これ。これ、鉛筆みたい。あ、でっかい。ちょっとのへっこんでる感じになってる。ちょっとパリッとなってる。どうしようか、ちょっとちっちゃいの食べようか。なんかめちゃくちゃになっちゃった。こうちゃんと順番順番に、どれ食べようかな。こう平べったいに食べようかな。うん、シャリシャリ、ちっこいのも食べちゃう。なんかね、ライチみたいな味がする。周りがシャリシャリです。戻そう。ちょっとしばらく眺めながら食べたいからちょっとめちゃくちゃに順番通りじゃないかもしれない。はい、はい、そ
そっと。裏側もおしゃれ。あ、待って待って。こうだった。こう。こう。わーん。ここにね、サファイア、ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、トパーズ、アメチスト。ルビーよね。アメジストこれ。これはアメジストじゃない？トパーズって。エメラルドはこれ？トパーズって、どれ？これダイヤモンドだよね。サファイアだよね。ルビーとエメラルドが逆に入ったんじゃない？エメラルドじゃない？ここがルビーじゃない？ルビーだ。ね。ほら。ここじゃない？適当に入れちゃった。こんな感じで。ほら。アメジスト。これアメジストじゃないか。こんなピンクなんだ、アメジストって。かわいい。微鉱物。へぇ、美しいね、ほんと。はい。美人じゃないんですけど、これなんだろうな、ね。お？なに？お花が入ってんですけど。自分でちょっとあの記憶が財産っす。え？指輪頼んだ？指輪頼んでたんだ。え、めっちゃ可愛いんだけど、ちょ、私の指にはまるかって言ったら、ちょっとすいません。雫型。私の、すいません。ちょっとこっちの方が、一緒か。何ですか？この石は。薄石？よくわかんないけど。ちょっとこう、アンティークな雰囲気で作ってある。やばい、可愛かった。おもちゃみたいで。私、ここの指のしましょう。こんな感じ。可愛い、ちょっと。もうアンティークな雰囲気に作られてる。なん裏はどうなんだろうな。石っていうか、なんかデジンで固めてあるっぽい雰囲気はあるよね。めっちゃ可愛い。このお花が入ってて、おしゃれ。なんでこのおしゃれ感。ちょ、また包んどこ。可愛い。いいね。なるほどって思っちゃう。この包みはこんなにされると、開けるときのドキドキがやばいよね。ああ、かわいい。ちょっと、素敵だったこの入れ方がまた、おしゃれ、やばい。はい。この箱もね、おしゃれなんよ。自分で作ってるみたいな。手作りみたいに見えるこの箱を開けていきます。月限定って書いてあるんですよね。9月限定なのかなと思って。ちょ、めくっとこう。あ、綺麗に剥がれるようになってんだ。この箱が。綺麗に。あ、ちゃんと剥がれやすいシールになってる。この箱が、届けないよね。品が。箱。じゃーん。あ、違う。私買ったのと。一緒かな。ここはね、こう見たら、ちょっと、前買ったのと違う。あ、ちょっと開けてみますね。嬉しいな。じゃんじゃじゃん。あ、かわいい。前のもっとこうコツコツしたのが入ってた。あ、どうしようか。ちょっと一種類ずつぐらい乗せていこうか。じゃあ、ね、ブルーベリー。あ、味がブルーベリー。黒糖。って書いてある。あ、かわいい。ここね、金粉がさっきつきました。金粉が乗せてあるわ。ほら、これがね、ミント、ピーチ、ココナッツ。あ、いろんな味になってる。あー、見て、ちょっとゴーンゴーン、コツコツした感じの。いやー、これがレモンミント。ちょ、味がわからんくならんことしないか。あ、こういうの。カラメルカシス。ちょっと不思議な、この傾いたやつの不思議な感じのやつが。それから、カシス、
黒糖これくっついてるこれに、でちょっと待ってね、ちょ今乗り切らんことになるけね、ちょっと戻そうかね。そしてラズベリー、カラメル、黒ごま、この黒いとこはね、黒ごまだって、こうなんか輪っかみたいになってんの、めちゃくちゃなんか可愛いんだけど、ちょっとこれが本物みたいだよね、本当に。ちょっとこれ戻そうかなあれ戻そうかな。これもほら、これってこの形の合体させてんだ。あ、こんなちっちゃいのもあるの、ちょっとなんか宝石みたいになってる本当に。これはね、ブルーベリー、ピーチ、ココナッツ、あ、本当に宝石みたいな形になってる。これ月夜の鉱物お菓子って書いてある、かわいい。ちょっとこれを食べたいと思います。おいしいね、琥珀糖を食べたことがあるんですけど、前買ってね、それに比べたら本当に香りが良くて、全部ちょこちょこ違う味なんですよ。うん、戻そううん、なんかちょっとミントっぽい味もする。うん、なんか最後にちょっとだけミントの味がする、ふんわり。どうしようかな、このグリーンのが可愛いけどこれ食べたいな。チョコレート海藻どこから取ったかわかんない。お上品、甘いんだけどお上品な甘さなんだよね全部。入らんことになった。前頼んでたやつ、これさ、これみたいなのがいっぱい入ってたんですよね。このこういうこう形のやつっていうか、この下がこの上に鉱石がついてて、下コツコツのこのなんかこう型、下結構シャリシャリのお砂糖なんですよ。なのでどういう風に入ってたっけ。なのでちょっとね、前頼んでたやつがこれなんですけど、これね、鉱物みたいなお菓子って書いてある、このなんか定番中の定番のやつで、残ってるのがさ、この下の下のお砂糖部分が全部残ってるんですけど、ここも結構リアルな、見てこういうのあるでしょ。これも上にとんがりした、このこういう感じのね、とんがりしたやつがプツプツついてて、このとんがりの部分を全部ちょっとむしってちょっと取れない、あー潰れちゃった。ラッピング用のペーパーなんですけど、ちょっとこれが可愛かったんですよ。めちゃくちゃ可愛かった。さあ、あんまり紙物全然持ってないので、さあ多分ね、これこの紙をね、この箱の中にめちゃくちゃふんだんに使われてて、こうやってこんなくしゃくしゃにされて、これイチジクだな、すっごいおしゃれ。箱のこことかね、横の詰め物にも入れてあって、これがめちゃくちゃ可愛いので、ちょっとシワを伸ばしてこれを使いたいなと思って、シワを伸ばしたい。めちゃくちゃ可愛いんですよ、こんな風に。めっちゃ可愛い、可愛いじゃない。これが可愛かったので、え、そんな可愛いんだったら、それが来るんだったらと思って、ちょっと注文してみたなんかさ、写真をこの薄い紙にプリントしてあるみたいな。お野菜の根っこがめっちゃ根っこが切り込んで、あ、すごい、めっちゃ絵になるね。この薄い、本当に薄い紙よね。これが可愛いんですよ。これが引いてあるの、中に。めちゃくちゃ可愛い。うん。見てますね。可愛さが。これも可愛い。やばい、可愛いですね。編み物好きさんとか、鉱物のプリントがしてある。ちょっとお菓子の背景。おしゃれ。おしゃれ。あ、額に入れて、こう、ちっちゃく切って、あ、ちっちゃく切ったらダメか。大きいまんま額に入れた方がいい。写真の、そう、ツヤツヤな感じ。わ、かわいい。めっちゃかわいい。なんかお部屋が明るくなる。
どうしようかな。フレームに入れたいね。フレームに入れて飾りたい。どうしようかな。飾りたいですね。めっちゃ可愛い。なんか、ハスの花？あ、ハスの実？ハスの花の実？わかんないけど。すごい。蜂の巣みたい。わぁ。すごい。奇抜な色ではありますが。すごいね。おぉ！いいね。おしゃれ。なんか、ただの黒い紙が入ってると思ったんだけど、全然違った。素敵。全部素敵だった。かわいい。めちゃくちゃかわいい。お気に入りました。これ多分こう入れて、こう包み、自由に遊ぶフレームって書いて、あ、フレームだ。めちゃくちゃかわいい。フレームだ。さっきのやつを、のフレーム。なんだかフレームだけっていうやつ。お写真撮るときとかのフレームってことかな。やばい。ちょっと待って。どうしよう。どうやって写してあげていくかからね。例えば、かわいい。さっきのやつの周りにこれを当てて飾ろうかな。お家の中に。両面テープで、ちょんちょんって結構ね、分厚い。なんで？紙っぽい。まあ、折ったらパキってなるけど、もう結構弾力のある。かわいい。かわいかった。それでね、こう変形してんの、これは。こう。どうしようかな。飾りたいですね。丸とかめっちゃかわいい。めっちゃかわいいよ。さっきのね、ペーパーを、この、ま、なんか入れて、周りに、こう、して飾ろうかな。やばい、かわいいんですけど。あ、こういう感じね。この人、でっかい鉱物持ってる。ほら。あ、指輪も、ほら、指輪頼んでたの、私、これだ。スクエア、ジュエリー、オーバー。オーバル。オーバールじゃない、オーバル。あ、かわいかった。でっかい。でっかいっていうのは分かってたんだよね、最初から。フレームに、壁張ったところとかにね、飾りたいなと思って。どれにしようかな、壁に。スクエアのやつ、飾ってみようかな。あとでちょっと、飾ってみよう。かわいかった。これはいいな。めちゃくちゃ良かった、これ。ちょっとまた、後で、考えようかな。嬉しかったんですかね。ちょっと、なんかシールが可愛いな。開けるのがもったいないね。開けてみます。さっきと同じのかもしれないよ。あ、なんか、ちょっといい香りがする。なんだこのいい香りですね。めっちゃいい香りがする。さっきと全然質感が違うんだけど。あ、ランチョンマットだ。これ、ランチョンマットです。ここにね、決めちゃったらフレームになるんでしょ？アートフードプレートって書いてある。めちゃくちゃかわいい。さっきのやつのランチョンマットバージョン。さっきちょっと紙っぽかったやん。これもうね、下敷き。本当に分厚い下敷き。ここにお料理乗せたらアートになるっていうやつだ。お写真撮るときも活躍しそうね。火のそばに置かないでねって書いてある。でも、ちょこしこししたら絵が擦れてくるみたいなんじゃない？作業シートにするにはもったいないね。ここで作業するのに。だよね。こういうの。ちょっと全然見えない。全然見えない。よかった。こういうのですって。全然見えない。
ランチョンマットですね。いわゆるこうやってさっきのお菓子乗せて写真撮るみたいな。砂糖ごじと砂糖ごじ。これでカシャって写真撮る感じ。それとお皿にさっきのフレームのランチョンマット。バーンでしょ。じゃん。こういう変形のフレーム。ジュエリー型だって。じゃんじゃーん。でもね、どっちかというとほら、これが丸い感じの、この、これが楕円のお皿だから。これも雰囲気が合いますね。歯に乗せて写真撮るの。砂糖が。このまんまね、プレートとして使えるんだって。キッチン、ランチョンマットじゃなくて、これがもうプレート用。ここにお皿だが持ってあるんだもん。お皿みたいに使うみたい。パンとか。ここにめっちゃケーキ乗せてある。ほら。もうお皿として使うみたい。ほら。額縁。だからここに乗せたものがもう絵みたいになるの。サラダが絵みたいになってるの。面白い。どうしようかな。私なんかここ作品とか載せてっていうのがいいかな。これいいね。すごいおしゃれ。めっちゃおしゃれなんだもん。ほら、サラダ。フードプレートとしてお使いください。だってランチョンマットじゃなかった。全然違う。さーて、はがきサイズのポストカード。めっちゃ可愛い。これ全部琥珀糖だよ。好物お菓子の琥珀糖。そして、綺麗。前のも撮ってる。綺麗。色かね。色がおしゃれ。見て。ダイヤモンドみたいなやつ。サンキューカード。おしゃれ。もうなんか、何ハートなフードって書いてある。彩り。これ、ペーパー買ったのこれかな。なんかね、包装紙が、めちゃくちゃおしゃれ。で、この、なんか写真が綺麗なんだよね、もう。これ。これだって。包装紙。また買いたいかな。包装紙とか。ちょっとちょこちょこ見て、面白いものが出てたら、また買いたいなと思う。サンキューカード、おしゃれちゃん。おしゃれちゃん。もうこれがおしゃれちゃん。みんながいちいちおしゃれ。さあ、これも初めて見たな。おしゃれ。写真が綺麗。ポストカードになってる。これは一緒かな。サンキューカード。あと、好物を、こうね、冷蔵庫に入れて、出した後に、こう、表面にさ、水滴がつくじゃん。あれがよろしくないらしくて、パリパリした、乾燥させてないとね、ダメみたいで、風通しがいいとこに入れてください。冷蔵庫には入れちゃダメです。お砂糖だから日持ちするんじゃないのかな。賞味期限とか、入ってない気がするんだけど。なんかね、こういういっぱい入ってるやつもあったんですよね。なんか、ザラザラって。でも私はこの仕切ったやつに入ってるのがいいなって思って、この箱ね。箱が、に入ってるのが、ちょっと飽きるたんびにいい感じ。かわいいな。なんか本当にね、結晶のようなやつは、本当にリアルだった。楽しかった。また見つけたら、なんかちょっとほら、9月のお菓子だったでしょ、あれが。だから違う月に、ちょびちょび食べてるのね。キンキンって降りながら。なかなかさ、雑貨屋さん巡りとかも最近全然できないよ。だからこういうので、購入できるのは本当に嬉しい。もし気になる方がいたら、ちょっと URL を貼っておりますので、見てください。ちょっと気持ちお高いんだけど、なんかな、ちょっとご褒美みたいな感じで、楽しい届いた時に。そしてね、ちゃんとね、お菓子さ、
さっき配れるようにちゃんとね外袋をつけてくれるんですよ。だから誰かのお家に遊びに行くとき、ね、あの手土産とかね着てきて、雑貨好きさんには喜ばれるんじゃないかなって思っています。じゃあおもちゃみたいな指輪もよかった。めっちゃよかった。もうこの入れ方がめっちゃもう可愛かった。ちょっと出しちゃったんだけど、可愛いね本当。はい、では今日はこれなんか使うからね、レジ。はい、ハラペコラボさんの好物お菓子を紹介いたしました。では今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ここに貼りました。私の作業のチョコ、キッチンとの向こう側がね、めっちゃキッチンなんです。壁一枚向こう側で、壁に貼ってみました。私が貼った壁、ここかわいくない？ちょっとこう雰囲気があっちと合えばいいなって。イチジクとかね、好物とかが飾ってある。額に見える。ここは本当に木の枠なんですけど、横はね、はーい。では今日はこの辺でバイバイ。